対局開始。お願いします。袖飛車書き動画をできれば上げたいんですけど、なんか5連勝とか6連勝とかに当たるんですけど、きついんですが、それはどういう感じなんですかね。ということでやっていきます。まあ、今回ねちょっと三権なのか四権なのか、そもそも雁木系なのか分かんなかったですね。というところで居飛車が確定しました。雁木系ですね。まあ角がこんなに早く上がってるのは割と珍しい。まあちょっとそのまあ振りも見せてるよっていうことなんでしょうね。まあ左美濃とかでもよかったかなと思うんだけど、足詰めとかちょっとよくわかんない、どんなくいい方がよくって。2分30秒で角くなり、同玉ってするのか同金ってするのかね、ちょっと難しいんだよな。まあ、同金形見られますけど、同玉はね将来的に角の筋があるので、まあ同金、うん、同玉かな、自然なのはね。うん、決めてくれた。これ一歩多く取れるんで悪くない。まあ4五桂とか跳ねてね絡んでいく筋もあるんで悪くはないですね。腕も垂らしとくか。一歩多く持ってるので次4三銀とかうちが狙いだった。一旦引いておきましょう。間違えたかな、歩が取られるけど。あーなるほどね、ちょっと待っておこう、歩を回収。局面的にはね悪くないですね。2分。うん、悪くないか、悪くないと思ってるんだけど、歩垂らしとかあるんで8筋にそこら辺気をつけたい。しっかり受けて5三銀が次狙い目ですね。銀を引っ張り出したのはそのため。まあちょっと相手の方壁系なので、まあ角銀交換ですが、まあやれるだろうと。いう、まあ意味合いですね。引かれるとな、ちょっとやりづらい。うん、引かれるとやりづらいですね。いつかやりすぎな気もするけどね。本当は4三歩成から殺到したいんですけど桂馬が邪魔ですね。あ、自分から開けてくれた。むしろねこれは結構個人的には好都合な感じになりましたね。歩叩いて飛車を抑え込むのはね、まあ三三から清算してって、まあ、叩くのはでしたね。どうする？金の方がいいか。1分30秒。角もあった気はするが。ちょっと難しいところ。細数の問題ですね。ちょっと足りるかな。割といいとは思ってはいますけど、
駒がねちょっと足りるかなって、ここで絡んできましたね。まあ、歩成りから角成り見せてるんでしょうか。まあちょっと飛車もいじめながら玉頭に馬を作っていく1分と思ったが、なるほどそれがいい手か。でもそれでも行くか。飛車が強いと見た。時間ないからラッシュだけど、怖いっちゃ怖い。次に6五桂跳ねてくるから。でも結構駒渡すのもね、相手の方怖いと思うんですけど、時間がないんでそこはあまり考えてないでしょうね。次に2三銀みたいに狙っていきます。時間切れ勝ち。ありがとうございました。結構難しい将棋だったけど混沌としましたね。